グリーゼ 581D は赤色矮星グリーゼ581を公転する惑星の一つである。グリーゼ581星系の中では第4惑星にあたり軌道がハビタブルゾーン内にある可能性がある。質量は地球の約8倍、公転周期は67日。太陽系からは天秤座の方向に約20光年離れている。 2014年に発表された研究により、構成の時点に由来する周波数の周期変動を惑星によるドップラー効果と誤認していた可能性が指摘され、その実在に疑問が持たれている。一方、2015年に発表された研究では、2014年の研究で用いられた手法は適当でなく、グリーゼ 581D は存在の可能性があるとしている。 この惑星は、いわゆるスーパーアースに属するものであり、今後の地球外生命探査を行うための重要な惑星の一つとなる。しかし、現在の観測技術ではこの惑星を直接観測することは困難であり、また現在の探査機でこの星に行くには10万年以上かかってしまう。この惑星は2007年にジュネーブ天問台のステファニー・ウードライが ラッシア天文台でヨーロッパ南天天文台が運用する高精度視線速度境外惑星探査装置を搭載した3.6メートル望遠鏡で発見した。ユードライの探査チームは主星が惑星の重力により引き起こされるわずかな動きを検出する視線速度法を利用して質量を 8.2m と求めた。発見当初は 三つある惑星の内ハビタブルゾーン内を交点しているのはグリーゼ 581D の一つ内側を交点しているグリーゼ 581C と思われていたがその後のフランスとドイツの研究グループが独自に発表した二つの論文によるとハビタブルゾーンの外側を交点していることが判明した二千十二年九月ロマンバラエーブは各区のデータにあった レッドノイズを除去し、この悪性の存在性を示す、標準偏差は2.2しかないと結論付けた。しかし、同年、アメリカ海軍移転問題は、存在可能性が、もっと高いことを裏付けた。2014年の研究では、グリーゼ 581D は、構成の活動の産物であり、グリーゼ 581g の誤りの発見を、引き起こしたと結論づけられた。しかし、 2015年には、ギレム・アングラーダ・エスクーで、ミッコ・ツオ・ミラによる分析で存在を確認したと結論が出た。最終的には、2007年の研究に基づき、ハビタブルゾーンに存在する太陽系外惑星で、初めて検出された太陽系外惑星であるとみなされている。グリーゼ 581D は、グリーゼ581から0.21847。 英雄離れたところを公転しており、太陽、地球間の距離の約5分の1に相当する。軌道離心率は今のところ確認されていない。今のところ地球のようなほぼ円軌道のモデルや水星のような大円軌道のモデルが考えられている。この2大モデルは、惑星系の惑星が4つの場合と6つの場合のモデルにそれぞれ基づいている。 4つの場合のモデルではに、一の軌道共鳴を引き起こすとも考えられている。そうなると、グリーゼ 581D は1日の長さが地球で、換算すると67日になる。楕円軌道と共鳴のどちらの解釈が正しいのかは、観測が不十分なため2010年の時点では、明らかではない。グリーゼ 581D の軌道は、 水が惑星表面に存在するとされるハビタブルゾーンの外側の境界付近である。発見当初はこれよりも外側にあったと考えられていた。しかし、2009年4月後半頃、グリーゼ 581D を発見したチームは惑星の軌道要素の推定を修正し、最初の推定よりも構成側に近く、 光天周期は66.87日に及ぶことが分かった。彼らは等惑星がハビタブルゾーンにあると結論付けた。さらにデータから少なくとも一つは海があると提案した。主星グリーゼ581の運動によりグリーゼ 581D は最小質量が5.6地球質量であると分かっている。グリーゼ581惑星系の 天体力学シミュレーションでは3つの惑星が鏡面であることを前提にしているため、もし質量が最小質量の1.6から2倍であったときは不安定である。最小質量の値を使ってグリーゼ 581D の質量の上限を求めると13.8地球質量になる。グリーゼ 581D の素性はまだわかっていない。 グリーゼ581惑星系と太陽系のハビタブルゾーンの比較。グリーゼ 581D はハビタブルゾーンの遠方の端に近い。グリーゼ 581D は地球からのトランジットが確認されておらず、大気の状況も現在まで確認されていない。このような気候の状況は軌道やコンピュータのモデルによる理論上の推測に基づいている。 グリーゼ 581D は、ハビタブルゾーンの端にあるので当初は、水が液体で存在するには、寒冷すぎると考えられていた。2009年に軌道が訂正されたことにより、2011年、フランスで行われたシミュレーションでは、十分な大気圧の下では表面に、水が液体でいられるのに適しているとされた。ステファン・ユードライは、 グリーゼ 581D について大きく深い海に覆われた海洋惑星の第一候補かもしれないと言っている。グリーゼ 581D が主星から受ける光の強さは平均して地球が太陽から受ける光の約30%しかない。なお、火星と比較すると火星が太陽から受ける光の強さは地球の約40%なので 火星にも満たない。これを考えると、グリーゼ 581D は寒すぎて人間が住むのに適さないと考えられる。しかし、温室効果の影響で天体の温度はかなり上がっている。地球で例えると地球は温室効果ガスなしでは低く、摂氏18度ほどであり、月のように日中は摂氏100度、夜は低く、摂氏150度に及ぶ。もし、 グリーゼ 581D が十分な温室効果を生み出し、二酸化炭素を安定できたら、表面温度が、水が、液体になるために十分であり、考える限りでは生命を維持するのも可能であると考えられている。バーンズラによる計算によると放射による加熱が予測より幾分多くない限り、調積加熱が低いため、 グリーゼ 581D のプレートテクトニクスが活発にならない。グリーゼ 581D は質量が大きいので岩石のみからなる可能性がある。もともとは凍った惑星であったがだんだん恒星に近づいた可能性もある。平行温度は 181K。グリーゼ 581D は変更性なので人が住むには適さない可能性もある。2009年。 オーストラリアで開催されたナショナルサイエンスウィークにおいてコスモスはグリーゼ581 d との更新メッセージを収集するためにハローフロ from Earth というウェブサイトを開いた。文字の長さは最大で160字、英語に限定した。全世界195カ国から25,880ものメッセージが収集され、 キャンベラ新宇宙通信施設の DSS-4370 メートル電波望遠鏡を用いて2009年8月28日に更新を開始した。グリーゼ 581D はドクター・フーの第2エピソードスマイルにおける舞台となっている。また、Into the Universe with ウィズ・スティーブン・ホーキングのエピソード3においても見られる。ありがとうございます。